最後は疲れとっとって、かなりてそれとランとって疲れろまだ疲れてるんですよ。なんでかご存知でしょ皆さん、天草渾身エギング大会ですね。不甲斐ない結果に終わりましたが、今回はねリベンジと、いうわけでリベンジをせろと、リベンジをするしようと納得いかんやろあれじゃん。大丈夫、納得いった、気持ち切り替えれる。いや俺切り替えれなくて、実は皆さんなんでこの感じで釣れないんだろうとか、この感じでやったら長崎釣れるだろうは、まあ落とし込んだはずなんですよ、ポイント的にはね。そういうのも兼ねてね、今回ね初ポイントにちょっとね入ろうかと。それとね、あなた、エギングロッド新調してます。はい、新調しましたよ。すごいの買ったんですよね。墨ついてます。ちょっと待って、ロッド持ってこようか。走りなさいよ。やかましいわ。ストイストの ST の 74mmh ですね。SMT です、はい、やっぱソリッドメタルティップが好きなんです。好きなんね、はい、このエギングロッドの墨付けまだしてないでしょと。してないね、この間釣ったけど300ぐらいだもんね。リルレの墨付けは500からなんですよ、意味わかんないでしょ、イカ釣れや墨付けでしょ、今回ですね、この墨付けを自分はやっていきたいなと思っております、リベンジを、しっかりやっていきますんで、ご視聴のほどよろしくお願いします。はい、ポイント到着てか、ここから乱岸していくんですけど、ちょっとね水深が浅いところ、まずシャロー地帯の方をちょっと探っていきたいなと思うんで、スーパーシャロー、村田スーパーシャローですね。はい、すごいポンコツの話をしていいですか。結構歩いてきたんですよね、20〜30分。なんとメインエギ全部忘れました。戦えんのか今日は。ポイントつきました。ちょっと モンスター欲しいから、モンスターマスターいきますね。モンスターマスターね、これ、でまだね、ちょうど日が落ちて間もないんで、自分はまだあれと思ってます。あれほら、ユーマズメイ。でね、シャローエリアに入ってるつもりですけど、うわ潮がいい、潮通しがいい場所を今回選んでます。シャローだと思って入ったんですけど、ここは案外深さありますね。着底しました。結構深いですよ皆さん。え？色？潮もいっとるよ。何？今トンってなったよ。今なんかトンってなった。何？ワキャメ、ワカメでトン。はい、ポイント移動ですね。ちょっと水深がさっきよりがあるかなっていう。これね、藻の感じはちょっとないかもっすね。ちょっと左に行っとくかな、潮は。これで2m、5m、10m、10m ぐらいか。いや、ちょっとっつっても、まあ磯場20分ぐらいは歩いたかな。あれだ、20分ぐらい歩いたけど、疲労が1日乱岸したぐらいの疲労になってる。とりあえずもう墨つけて頑張ります。頑張ります。はい、はい、いやちょっとスリッピー上がれるかなこれ。いいわ、釣れそう。あ、なんか苦しいに来た気分になってきた。ただなんか藻は生えてなさそうね。ここもうちょっと遅いんかな。ちょっと GoPro 外れたらあかんで。あかん、取り替え乱馬。ダメ。ダメ。首に何もついてない。あー、弱くなってきたし。あの崖下って持ってないのは辛いね。これテトラ打っちゃおう。テトラのちょっとシャロー打ちます。ちょっとね、ここはシャローです。
いや、堤防打ちとか結構新鮮。いいの？いや、当ててるわ、塩。当ててる、当ててる。塩当てとるわ、こっちは。触った、触りましたよ、皆さん。これは確実に触った。あー、初対に話しかけよったら合わせミスった。あ、サイズいい。サイズは、あ、サイズいい。あ、またやってるんですか。あたす、またやってるんですか。あたす、またですか。触った、いいよったっすね。やばい。おー、いいんじゃない、サイズ。触った、いいよったっすね。やばい。おー、いいんじゃない、サイズ。サイズいい。いいんじゃないですか、サイズが。ギャフは、ここにかかってる。俺が行った方がいい。じゃあ俺が行った。でかいでかいでかい。ちょっと待って、キロあるわ、キロある。ちょっと待って。これでもやばいぞ。マジ気をつけてね。これどんぐらい？メートル。4メートルぐらいある。あるね、いけるね。じゃあどこ？ここまで。うん、じゃあ3番。気をつけてね、まず。でかいでかいでかい。キロ、キロって言わんわ。ちょっと待てよ。もうかかっとるけんバレはせん。でかい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 。はい。待ってね。はい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 。はいはい、はい。任せてきまーす。はいはいはい。イェイイェイイェイ。あ、ごめんごめん。ごめんごめんごめん。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。よいしょ。ドラ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 。大きいじゃないの。おい、あざすー。おい、あざすー。やらかしてんじゃねえかね。ちょっと待って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 、どんどんいきます。舐めるようにいきます。いいんじゃないですか、このサイズ。あざす。やってるんじゃないんですか。やっとるわ。これ天山ぐらいか。天山ぐらいありそう。うん、タングステンの日中ピンクっすね、はいはいはい、飛ぶのよこれ。飛ってますね。ざまーす。触ったー言ったけどね。そのままそのまま乗ってきたとやろ。そうそう、そのターンでそのまま乗ってきた。ゆっくりまた落として。ナイスです、おめでとうございます。シャロンさしとったね。ね、うん、じゃあ早速計測していきたいと思います。お願いします。はい、ゼロですね。大丈夫です、見えてます。ゼロです。このエギが 18g でございます。かけるとこあるかな。かけれんじゃないかな。これかけれんは来ない。そう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 。いきます。はい、どうぞ。どう？おい。まあ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 。でもサービス14。14、14。14サービスです。あと。ちょっといい？うん、切りなさい。専属カメラマンしちゃおう。そうよね。そっちにも刺したくなるよね。車両側に投げて、アギーが帰ってきてるけど、ちょっとこう流れてくれる感じのイメージで。当て状は自分好きじゃないから、うん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 、ちょっと横に流してくれる感じの方がまだ気持ちは楽かなと。なるほどね。もうちょっと頭が回んない。炭1ミリもあかんかったね。あ、1ミリもあかんやったね。下でも履いとらんね。履いてないで、そのさ先で履いたとかな。履いとるやろうな、さすがに。うん、お、待て、もかな、も、もーもーの生えとっとかな。チュレたの。ちょっと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 。あ、剣先じゃないの、あんた剣先じゃないの。いいやないの。剣先じゃないの。炭付け、炭付け完了、完了。はい、ありがとうございました。
はい、納得いくなら。わかる、この感度の良さ。感度いいね。感度いいね。これの当たりがわかるとよ。1ミリも引かんかったけど、これの当たりがわかる。このロット最強かよ。最強かよそれ。ちょっと待って、どんな当たりやったの。こっと細かく聞きたがる。釣りたいと。ちっちゃい剣矢先が釣りたいな、あなたは。いや気になる気になる。よう取れる半減ちっちゃかつみ。本当にこのロット、うん、今使って始めて2週間ちょっと、うん、2週間ちょっとけど、うん、まあアオリイカはこの間初めて釣ったけど、うんうん、まあ剣矢先は今ので3倍目。全部同じサイズ。全部合わせてる。今まで使ってたのも76の RT の76、うんうん、MMH、うん、それももちろん感度は良かったし分かってたけど、うん、剣先のちっちゃいのに合わせた記憶って多分なくて、うん、ちっちゃいこうもぞもぞあたりも取れる感度はあるのかなと。なるほどね。大きい春イカのあのもぞもぞの感じも十分こう伝わってくるのかなって。そこに対してこうちょっとしたアクションでも合わせれる。なるほどね。ロットではあるのかなと。まだ出会ってないですけどね、その大きいイカちゃんと。はい、これからね、これから。これからこれからこれから。まあでも本当に、やっぱ SMP は、チタンティップですごい感度がいい、うん。日中で言ったら本当穂先で、当たりをこう見る。なるほどね。それがね、やっぱ今回、ナイトでやってるから、穂先見えないから、でもその手感度も十分、積んでくるから。なるほどね。確定もね、こう、やっぱ分かりやすい。ストンっていうのが伝わってくる。あ、すごい。SMT は結構癖がつくから、うん、使いにくいとかいう意見も出てるんですけど、うん、まあ自分はその癖も、結局自分の癖の曲がりだから。なるほどね。それをこう人に貸すとかなったら、その人はやりにくいって感じるかもしれないけど、うん、自分がやってるしゃくりも自分の癖だから、うん、その癖もまた味になる。なるほどね。自分のロットとしてこう自分の形に変わってくれるのはSMT ならではじゃないのかな。そういう見方ね。うん、まあ、それも含め俺は好きなロットだ。うんうん、なんですか、まだ何か言い足りないことがあるんですか。お疲れ様でした。12時、僕は大丈夫。足ガクガクやわもう。今回、まあ、いつものポイントに近いとはいえ、おめでとうございます。それは素直におめでとう、うん、はい、そんなこんなでね、まあまあまあリベンジは、まあ俺はね隅付けもあったけど、どっちもできなかったけど、これは続きます。はい、まあでも今回のフミのリベンジはちゃんとできたんじゃないかと。はい、春は始まったばっかり、今回の潮からが変わってきてるんで、まあドンピシャその潮で取れたってのも、やっぱこれまで足を運んだ甲斐があったかなって。ここから多分ナイトの調子も上がってくると思うので、はい、バチバチ時間作って頑張っていきたいと思います。はい、でっかいの釣ったんで締めてもらいましょう。はい、お願いします。ふみ 1.4 キロ釣ったってことで、皆さんにねパワーを送りたいと思います。